こんにちは。ということで、今回は8番出口みたいなゲーム、エスカレーターをやっていきます。私がプレイして、他の人がワイワイ言うやつです。メンバーはこちら。はい、お願いします。はい、お願いします。評判なんですが、まあ、ぼちぼちです。ぼちぼち、はい、ぼちぼちか。難易度どうなんだろうな。あー、なんかもう一緒や。めっちゃ8番出口や。もう怪異じゃないんだよ、これ。もう怪異だよね、今の時点で。どこから来たの、私は、みたいな。ちなみに、説明によると、なんかどうも、怪異しか発生しないらしくて、基本的に。は?8連続戻り続けてクリアが基本的なクリア方法らしい。なんだそれ。エスカレーターの上を歩かないでください。必ず手すりに捕まってご利用ください。はい。知らない。ああ、階段登れないんだ。足腰弱。手すりに捕まってない。俺手すりのも見ながらこう。これが怪異？怪異発生。逆側は登れるんだ。マジで怪異じゃん。登れない。怪異発生中。これ GG ですか？タイトル戻りますか？あ、チェック C な。チェック C やわ。多分。これで、多分。C と C を押すと怪異発生と怪異だよね。いやー、終わってんな。なかなかだな。ちょっと C 押しても乗れないぞ。これか、なんかこの緊急ボタンみたいな。え、終わり。ちょっと待って、いろんなボタン押しまくるわ。ちょっとちょっと待って、これショート動画になる、これ。ワンチャン。いや、終わってんだ。いや、俺らが悪い可能性あるよ。ちょっとよく見よう。でも C って書いてあります。 C って書いてある。 C だ。ちょっと待って、今はまだ何もおかしい。好きに見回ってください。あ、これを最初に押さないと。あー、フラグがね、いけるわ。あんなピカピカしてるチュートリアルあるかよ。22122、これね。22122、異世界迷宮展2024年2月22日限定公開。会場に持ち込めるものはパン一つになっております。どういうことで走らない。雨上がりの昼下がりに彼らは現れる。デンジャラスレインズ。うわ、だるすぎて思わず飛び降りちゃいました。6分。膝に矢を受けて歩き続けられる体を。スカイリム好きなの。あ、なんかワープした。今の回か。なんか作りが雑いな。あ、戻れるのね。異常口、この空間なんだ。ちなみに行けない。ちなみに行けないです。あ、 C をしても特にいけるわけじゃない。だから一回戻んなきゃいけないのかも。でも戻ってフラグを回収するんじゃないですか、やっぱり。あ、ここが現れてるわ。それではゲームスタート。エスカレートの手前で不思議なことが起こります。異変を感じたら階段に降りて非常ベルを鳴らしてください。エスカレートの手前で何もないことがあります。何もない変化を感じたら扉から外に出てください。7階で正解すればこの空間から脱出できます。一部の異変は怖いものを混ざっています。あなたが正解した回数はあなたが右にいる子が教えてくれます。右にいる子。うわぁ、右にいる。うわぁ、俺が一番怖えよ。1って言ってる。友達のポーズだ。あ、知らない。いや、別になんか、うん、あの一つ22122。今のところはなんかのんびりしたゲームだな。デンジャラスレイン。デンジャラスレイン。え、なんかさ、どの程度違うんだろう。確かに。え、これ0円だっけ。0円。もう別になんか、なんか何も、なんか怪異しか起きないみたいな聞きましたけど。え、なんか怪異しか起きないって聞いたけど、まあ行くか。1じゃん。間違ってたってこと。どれが本当だよって感じにしちゃうよな、もう。確かに。え、でもなんか分かんなかったくない。なんかあった。2122。なんかあった。この、なんか、なんか、展示ブロックちょっと変かも、いいしたの。あんな感じだったっけ。いや、興味ないかも。興味ない。展示ブロックにあんま興味ない。なんか、なんだ俺。いや、な、違うか。わかんないな。どの程度の違いかによるよね。このなんか、細かい広告の言葉まで違うみたいなさ、状況なのか。え？いや、いいんじゃね？
平気そうな感じするけどな。あー大丈夫だったらしい。2だ、2、今のがデフォメ、さっき同回位があったんだ。確かに分かんなかったね。あー、いるやん、もういるやん。え、なんか怖っ。だいたいね、D から G ぐらいの。まあまあそうだね。まあなるほどね、OK。 なるほどね、まあご、まあ、さすがに回位でしかないね。どう見てもそうだよな。ちょっと覚えとこう、このなんか縦のやつとか。これ他は大丈夫ってことだから、つまりなんかさ、これ下すぎん、これ手すり。確かに、そう、下におかしいよね。だってこうやばいな、この手すり。これは怪異だな。だね、以上、上ベル流して、じゃらー、さあ走らない、走らない、異世界の迷宮点、ターン一つ、22122。なんか普通っぽい。いやでもなんか後で現れたりしてそうだもんな、これ。確かに。後ろに人乗ってるかもしんないもんね。ああ、確かに。全然見てなかった。もし気づいたら変化してる、あるよ。今んところ問題なさそうに見える。なさそうだけどね。ええー。いや、平気なんじゃない？あ、これどっちも。あ、登ってる、登ってる。あ、ね、本当だ。本当だ。え、分かりにくいけど、すげえ。こういうノリね。こういうタイプもあんのね。ああ、危ない、危ない。分かりそうじゃねえやつが。ちゃんと怖いな。あ、なんか楽しそう。怪異だろ、これ怪異だ。え、これ怪異じゃないのかな。これ怪異要素、これ。別にこれ自体がもう怪異だよ、ある意味。なんかさ、なんか引っかかってないの。おい、ちょっと待って、ちょっと待って、これさ、待って、一瞬で終わる説ないか、これなんかもう、これ全部怪異じゃない、なんかこれ。まあ、言われてただけのことはあるな。デンジャラスレイン。ハリー・ポッターの世界じゃん、これ。絵が動いてる。ほんとだ。うん。いや、これ怪異見つけても、これ登る時間。確かに、これちょっとめんどくさいね。あるからもう降りたいね。今すぐ降りたい、これ。あー、ちょっとテンション下がった。4が好きなんだろう。22122。なんか逆じゃん、異世界の迷宮点。確かに逆だね、これ。こうだったよね、確か。うん。うん。もういいです、下ろしてください。もうクリアだよ、ちなみに次。そろそろ分かりにくいの来そうだな。もう俺こいつと別れ？何やってんの？沈まれ、私の右腕。かいいじゃん。見つけたらどうなんだ。なんか上、なんか今見えたくねえ。かいや、そんなレベルじゃないでしょ。もう階段がもうおかしくなってんじゃん。浮いてるもん、階段。ほら。本当だ、なんか階段がおかしい。え、なんか変じゃない？階段なくない？ここ。階段おかしいよ。降りれんの？これ。降りれないからクリアできないっていう。最悪すぎるだろ、さすがに。だるかい。あ、ここが高すぎるんだね、これが。ここが高いのか。位置がずれてる気がする。え、もしかして終わり、ジジイ？終わる？いや、これで最後じゃない？次の最後。22122。走らない。いや、なんか。おかしいものが、いや、こんなにへこんでた、上の壁って、天井って。確かになんかめっちゃ上じゃない？なんかへこんでる気がする。そう言われたらそうなんだよ。なんか今さ、そう、今チカチカしなかった？今気のせいか、なんか変な気しない？うん、なんだこれ、こんなもんだったか。天井高くない？天井高い気がする。こんなもんだったっけ。何かがおかしい気はしますよね。え、こんな上見上げなかったくない？いや、あー、だどうする。いや、でもこのゲーム7連続で戻った人がいるっていう実績ありだよ。じゃあ戻るか。メタ読みする？メタ読み会。あ、なるほどね。普通になんか、あのさ、これおかしくない？これ。あ、もう浮いてる。なんか分かりやすいの続くと逆に難かったな。なんかおかしい感じする。こう見るとずっとおかしいな。基本的にこれ建物の作りがもうおかしい。あの、通常あんま見慣れてないから分かんないよな、これ。私、見慣れた景色じゃないから、もうそもそも変な感じがする。これは怪異あり。さあ、走らない。え、なんか普通じゃない？デンジャラスレイン。うん、普通に見える。多分普通だな、これは。え？
あ、なんか消火器なんかなかったよ。消火器じゃないな、消火器じゃないな、これ明らかに何か人形だよ。あ、人形か。え、ガチ、俺消火器に見えるか、俺。消火器に見えるけど、あ、なんか今いたくね。うわー、びっくりした。スイカゲーム来た。スイカゲーム、ほんまだよこれ。何このドッキリ。たまげた感じはする。雑だな、作りが。あー、まだ残ってた。落とせるんじゃね。そう、え、入手できた、入手できた。消えた。スイカゲーム要素。消せるんだけど。スイカ消えるから2個集まると。俺自身がスイカだった。どけどけどけ。でもさ、これスイカ全部なくしたら異変なくなるよ。まあ確かに。でもなんか普通な気が。通常モード引いた、これ。普通引かない方がアドバンテージあるんだけどな。私、何か起こってくれた方が何か起こってくれた方がいいんだよな。変わってないことを確認するの大変だから。そうなんだよね。あの、悪魔の証明みたいになってる。ないものを証明しなきゃいけないみたいな。別に大丈夫そうだよ。大丈夫じゃね。多分大丈夫か。うん、大丈夫か。珍しく。え、なんかあったの今。どこだろう。うわ、わかんなかったよー。やばい。うわ、もうまたかよ。わかる。もうめっちゃわかる。いいよ、これは。え、なんだったの今の。なんだったんだと思う。なんだったんだ。文字がちょっと違ったとかなのかな。でも今のところさ、細かすぎるみたいなの少なくない？なんか。いや、ちょっとあからさまなの続きすぎて、ちょっと。見つけれてないだけで、細かいのあるかもね。コメント欄で議論してもらいたいよ。いや、コメント欄だと見つかるからな、絶対。まあ、スイカはいいとして。なんかこの辺からもう違う的な。あ、走らない辺、そんなんだった。走習い、直置きじゃん、これ。直置き、直置き走習い。何あれ、危な。危ねー。ふざけたの多いな、この時間。なんか馬ずらぎの小話タイムにしようぜ。なんか小話する担当俺じゃないだろ。滑らない話って。そう、馬ずらぎの滑らない話、それ担当じゃないでしょ僕。報復絶倒のね、馬ずらぎのなんか面白い話が聞きたいな。例えばなんか成人式とか行ってるじゃん。楽しんでたよね。ちょっと二次会とか行くじゃないですか。行って隣に仲いい男の子がいるんですけど、その隣に女子が座ったんですよね。やけにイチャイチャしてるなって思ってたら、なんか付き合ってたらしくて、なんか帰るじゃないですか、なんか居酒屋みたいなから帰るときに、みんな外出る間に僕トイレ行って、どっちも登ってる、あの玄関っていうかところまで行ったら、なんか2人がなんかチューするみたいな感じのあれしてて、なんかドキッとしちゃったの。見ちゃった。今更けどチューしなかったの。おかしいだろ。え、いや別にね、誰かとチューしなかったのっていう。え、誰かとチューしなかったの。いや、僕は別に何もない。あ、出た。ほら、女の子来たよ。その子かな、これ多分。隣の隣に座ってる存在感じゃねえ、マジ。どういう生活したら面白い話ができるようになるんですかね。なんかもう捏造した、じゃあ全部捏造して作ってよ今。捏造なんかあったことにしてよ。いいじゃん、なんか実はレンタカー借りてドライブ行こうとしたのよ。急にアーケンさんがドライブ行こうって言い出して、で、じゃあ電動カー借りるよって言ったら、行ったらシラソルいんの。で、シラソルが御殿場行きたいって言い出して、御殿場でグランピングして帰ってきた。何その、あの具合悪い時に見る夢みたいな。いや、なんかそれっぽかったわ。とんでもない失礼なこと言ってる。うおー、誰やねん、びっくりしたわ。有名な人なのかな、海外で。おい、また6まで行ったぞ。もう行けるんじゃないこれ。頼む頼む、何かあってくれ、何かあってくれ、何かあってくれ。いや、ほんとなんだよ、何かあってくれ。なんかなかったら困るよな。頼む頼む、何か面白いことが来てくれ。ん、なんか起きてなさそうじゃないこれ。天井ってそんな高かった、その。またその話、またその話する。このゲーム天井高いんだよ。いやー、ちょっと不安になるよね。え、何もないか。何も起きない。エスカレーターも両方平気だし。いや、6個目は何もないみたいなノリなんちゃう。ワンチャンは。あ、なんかあったらしいな。いや、なんか一つさ、俺らを殺すものあるよね、多分。絶対同じようなのにはめられ続けてるよな。これ逆だね、逆回りだね。東屋敷動物病院、なんかちゃんと見ません、そのチラシ。なんかロシア人みたいな名前だな、なんか。これは一緒だよ。犬ドッグワンコバウアウ。バウアウ。これは逆になってるね、今回。まあ、これは分かりやすい。一つのあれに対して一つでしょ、会話さすがに。確かに、そんな気はする。何個も作ってなさそうだよな。うん。
なんか別に普通に見えるよ。なんか左の反射、いやそんなもんか。反射まで出てきたらちょっと勝てないかもしれん。え、ちょっと待って、天井高くね。いやこれはやめろやめろ。なんか高いかも。天井高くね。備え付けの階だわ、いつもある。備え付けの階ってなんだよ。なんか間違ってるような感じしないよね。うん、うん、大丈夫じゃね。え、そこにさ、展示ブロックあった？ないだろ。なかった気がする。なかった気がする。あ、これ、危ねえ。なかった気がするけど、うん、なかったんだよ。なかったっぽいな、よかった。お前3度目や。好きやな。マジ、これ最後来てほしいよな。制作者はどういうノリでこれを登場させてんだろうな。あ、ないわ、ほら、展示ブロック。ほんとだ、ないわ。当たってた。なんかよかったよかった。あと展示ブロックだけだったんじゃね、これ。4と、あー浮いてる。あー浮いてるわ。はいはいはい、あと暇です。はい、マズラギ、なんか小話その2行こう。なんで俺だけなのよ。ただでさえネタないのに。最近あったラッキー体験。お、え、別にピーヨンしてもいいよ。ないよね、そもそも女の子と関わり持たないと。待って、全くないんだけど。何の会員もない、うん、なさそうだぞこれ。え、なさそう、なさそう。ないんじゃね。いけるっしょ。うわ、よし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 、来い来い来い。でっけえ女来い、でっけえ女来い。よし、わかりやすいの来てほしい。やばくない？なんか嫌な予感しない？なんかこれ、いやー、なんもないな。嫌な予感する。いや、ちゃんと見たらいけるでしょ。え、なんでさ、最後の最後こういうなんかわかんないの来んの？これクソわかりづれえな。いや、もう行ってみね。会議がない確率よりある確率の方が高いって言って戻ってるじゃん、毎回。ああ、特になんもなさそう。なんかなさそうに見えるけどな。あ、ちょっと待って、天井高くね。いや、天井高い気もする。出た。いけるっしょ。お、来い、来い。ああ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 あ。これラストじゃないですか。スイカ、こねー、スイカ。今んところ問題ないか。消火器もない。もうなんでこんな時に限って、なんでこんな時に限って。いや、いけるんじゃないか、これは。いや、なんもなさそう。いや、いける気がするけど、怖えー、これ。いつぞ。あー、大丈夫大丈夫。いった、いった、いった。あー、おう、バイバーイ。え、終わり？本当に？お、あ、バイバーイ。おー、おバイバーイ。めっちゃ手振り。お前が一番怖かった。真後ろにいるのやばいだろ。こいつ何だったのガチで。エジプトの神様でこういうのいるよね、なんとかっていう。あー、いる。バイバーイ。異変はあと16残ってます。 16?16 ある。あのさ、16にしては同じの来すぎないよ。いや、もう探すの不可能なんじゃないか。ということで、じじじじ。